スタートいたします。ワールドドローム2011年ストッカークラスのまずは1組目スタートいたします。さあ計測4分間の計測ですね。今年はですね、バッテリーパワーコースが、大幅に変更されております。スピードも、かなり緩やかなスピードとなっているでしょう。まずはこれの指針を決める大事なヒートですね。そして、このヒートにはですね、数々 A メイン参加、もう10回20回とかなり、ですね、優勝経験のドライバーも多いヒートでございます。どうぞ初めての方はですね、このヒートじっくり見てください。ものすごく勉強になると思います。